2008年、パトリック・ジョセフ・パット・ブキャナンは、アメリカ合衆国の政治コメンテーター、作家、シンジゲート氏のコラムニスト、政治家、ニュースキャスター。かつては、リチャード・ニクソンや、ジェラルド・フォード、ロナルド・レーガンなど、大統領のシニアアドバイザーや、CNN でクロスファイアの初代司会者を務め、1992年と1996年の、 アメリカが衆国大統領選に共和党から立候補し、2000年、アメリカが衆国大統領選挙で、アメリカが衆国改革党から票を獲得した。ザ・アメリカン・コーズという基金の設立や、ザ・アメリカン・コンサバティブ史、ヒューマン・イベンツ、ナショナル・レビュー、ザ・ネーション、ローリング・ストーンなどを発行した。現在は、ケーブルテレビ局、MSNBC の番組モーニング上で、 政治コメンテーターを務め、ザ・マクラフリングループに、レギュラー出演している。1936年12月28日に、結婚した、看護師で主婦のキャサリン・エリザベスと、映画記録者のウィリアム・ボールドウィンブ・キャナン夫妻の子として1938年11月2日に、ワシントン DC で生まれる。ブライアン、ヘンリー、ジェームズ、ジョン、トーマス、アンド・ウィリアム・ジュニアの兄弟6人。 キャスリーン・テレサとアンジェラ・マリー・ベイブ・キャナンの姉妹二人がおり、イングランド人、ドイツ人、スコットランド系アイルランド人の血を引いている。アンジェラ・マリー・ベイブ・キャナンは、ロナルド・レーガン政権下でアメリカ合衆国財務官として活躍した。彼の祖,祖父は南北戦争時代に南軍側へついており、ブキャナン本人もサンズオブ・カンフェドレットベテランズに所属してロバート・イーリーを尊敬している。 カトリック教会で洗礼を受けて、ブレスド・サクラメント・スクールに通った後、イエズ・ス会が運営する、ゴンザガ・ガレッジ・ハイ・スクールを経て、ジョージタウン大学へ入学した。在学中に、予備役将校訓練課程に参加して1960年に、徴兵されたが、コロンビア特別区徴兵委員会は、反応性関節炎を理由に、ブッキャナンを4回の徴兵不敵として軍への服務を、認めなかった。 大学を卒業後の1962年にカナダとキューバの貿易拡大について論文を収め、コロンビア大学ジャーナリズム大学院でジャーナリズムの収支を授かる。1971年にホワイトハウスのスタッフのシェリー・アン・スカーニーと結婚するが、子は儲けていない。2015年に起きた。 アフリカ系アメリカ人による白人男女殺害事件のバージニアテレビクルー射殺事件についてレーシストによるヘイトクライムであると著述している。2016年に民主党全国委員会の幹部らが大統領候補を決定する過程でヒラリー・クリントンに肩入れしてバーニー・サンダースを追い落とそうとしていた問題がメールのやり取りから発覚すると批判を交わすために民主党員らは 党幹部のメールにアクセスしたハッカーに共和党候補のドナルド・トランプを本選で勝たせたい、ロシア政府の意向が働いているとして攻撃した。それに対しブキャナンはアメリカも冷戦時代から他国の政治に干渉するための非営利団体を設立し、党庁やインターネットによる監視までしていたではないかと指摘し、ロシアが公正な選挙の原則の損壊を暴露してくれたのだとしたら、 ロシアをピュリッツァー賞のジャーナリズム部門にノミネートすべきであると主張した。ありがとうございます。